よし、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 あれ、あれ、いねえな、ないね、また鳴ってないあれ、ちょっと待って、また鳴ってない、嘘、出た、あ、出たわ、あ、出たわ、出た、出ましたね。また高い。あ、いろいろ修正がすごいね。修正すごいね。A だったり、振り仮名も振ってあるの。読みづらかったから。うん、修正してくんだな。ちょっとやっぱ聞いてたんだね。じゃあやり取りをちょっと。またかよ。またか。行くか。行く？はい。行ってきます。いや、はい。あれ？あら。あ、また来たんだ。いらっしゃい。いや、出たよ。またあいついるじゃん。アメコ入った入って、いや出たよ、またカジュアルアメコになってる。カジュアルだな。袖ついてる。また来たのね。いや、またいたわ。はい、また来ました、はい、そうですね、また来たんだ。いや、同じこと聞かれ聞かれたんですけど。はい、はい、話しに来たの。いや、まあ話っていうか、いや違う、単純にまたね、俺はもう今日撮るのかなと思って、そうそう、来たらもうやってるから。やってるからさ、もう。いや、何よ、またアメコ、飲み物切れたね。いつものでいい？うん、いつものちょうだい。はい、うん、ありがとう。ビッ、嘘、えぇ、やばい、おい、やば、肌が来たぞ。肌開けたのもそうだし、うん、蓋ポイ捨てしたけど、ポイ捨てる、高い名前で。大丈夫、マスター、大丈夫な、ポイ捨てしてるよ、思いっきり。いいよ、アメコだもん。いつものことなんだ。泡ブクブク出るでしょ。抜いてやれよ、せん、いつも。大丈夫、抜いた方がいいですよ、絶対。それで。まあ、常連なんだよね。常連だ。ああ。まあ、合ってんのかな。じゃあ、ちょっと。デコボコ夫婦みたいなことは何だろうね。まあね。何、アメコ。ん？なんか今言おうとしてた。やだ、マスターだって同じこと言おうとしてたじゃない。じゃあ一緒に言おうか、せーの、それで、お二人の違うのよ、ゲボやりとり出たよ、また出た、この、ま、この二人のゲボやりとり。やだよ、もう、うん、え、悩み、悩みですか、まあ、あ、そういえば俺、あの、前回、そう、前回 言えてなかったじゃん、結局そう、最近あったことみたいなね。ああ、言えてないから、そう、飲んだから、こいつが。いや、そう、フェニー言いな、なんかそういう、確か童貞坊や何も言ってない。いや、だから童貞じゃないんだけどな。そう、誰も童貞違うんだけど、まあまあまあ、その、うん、まあちょっと前にあの、テレビの企画で、うん、うん、そっちの仕事してまして、うん、テレビの企画で、うん、23年ぶりに、うん、あの、母ちゃんに会えまして、うん、そうなんですよ、生まれて早めに離婚しちゃってて、うん、はい、その母ちゃんに会えたのが嬉しかったっすね。うん、うん、あ、そうなんだ、よかったじゃん。はい、何年ぶり？23年ぶりですね、でしたね、はい、じゃあそれまではお父さんが、ああ、そうですね、父子家庭で、はい、一人っ子なんで、はい、お母さんやったら嬉しかった。ああ、まあそうですね、うん、お父さんは、うん、土手？土手じゃねえわ。俺どうやって生まれたんだよ。道理が合ってないのよ。そしたら目に何なのよ。血つながってねえじゃん、じゃあ。あいつ、あと童貞めちゃくちゃ気にするんだよ。そうなんだよ。なんで童貞狙ってんの。へぇー。あ、でももう。また。いや、ここ雰囲気あるもん。ここ雰囲気すごいね。ここすげえ上手なんだよ。この雰囲気一流なんだよ、うんうん、え？いや、少ねえな、やっぱり。やっぱり少ねえな。グラスがね、でかいっていうのもあるんだけど。そうか、うん、お待たせ。はい、じゃあこれ、はい、君にとって、作ってね、お酒。あ、これなんすか。これ、はい、ゴッドファーザー。ゴッドファーザー。いや、俺母さんなの。母ちゃんの話したんだけど。お母さんやって嬉しかった。はい、うん、でもそれまでずっとお父さんが育ててくれたんでしょ。まあそうですね、うん、じゃあお父さん感謝しなきゃ。あ、意外とまとわれてる、ね、意外と疲れた感はあったな、今。確かに、うん、確かに、うん、そっちでフォーカスするんだね。親父への感謝は、そうですね、確かに。まあ、母ちゃんも大事だけどね、うん、何あんた、そんな感じでいろいろ苦労してるの。やだ、まあまあ、私可愛い、食べちゃいそう。ちょっとちょっと、もう雨子、またお客さんにちょっかい出さないの。ちょっと、じゃあちょっかい出すのはマスターだけにしまーす。こーら、ゲボやりとりだな。ゲボやりとり、なんとそれ。いや、飲み方怖えし。
山賊みたいな乗り方してるぞ、こいつ。あとコーラの時のあの高いの拳痛そうだったのに手のこう思いっきり叩いてるよ、そんなの。いやありがとうございます。いや、よかったね、まあなんかね、そう来てこれすごいな。いやだ、でもあんたたちももう2回目でしょ。いや、2回目、まあ、そうそうそう、もう常連よね。まだ早いよ、お前らは。まあ、まあ常連じゃない、常連ではないのか。もうずっと来てんだから、7年間あ、すごい。結構、7年もあったんですか、ここ通ってる、うん、結構行ってんですね。そうそう、7年間でも、週1だけどね。こらうわ、痛い。こうバラバラになるよ、もうそんなやつ。そして週1は普通よ、別に。うん、そうだね、週1は別に普通よ。そんなことない、もっと来てくれなきゃ。どんくらい来ればいいの。うん、週 9? いやだ、そんな会ってたら、マスターと私の顔入れ替わっちゃう。いや、何これ、何が思うの、やりとりで入れ替わんないし、入れ替わんない、入れ替わんないよ、全然。週7もなんか変だし、あ、週9か、週の、だから息が合ってるような、合ってないんか、なんだろう、これここの、停止の客、うん、すげえ遠く見てるし、ずっとすげえ遠く見てる、目はそんな合ってないんだよ、うん、合ってるんだ、これ、何なんだよ、ずっとボトル拭いてるけど、うん、そんなボトル汚れてないよ、うん、そこまで。何これ、何このバー、もう行く、もう帰る、もう、まあ、ぼちぼち帰る、ああ、もう、うん、あら、もう帰っちゃうの。いや、もう帰る、まあ、いいっすよ、そろそろ寂しくなるね。うん、じゃあ、会計がじゃあ、ソード1杯しか飲んでないもんね。あ、今日ソード1杯しか飲んでないんで、まあ、4000また高いな。前回2杯飲んで4000だったよ。今回1杯でも4000なんですよ。アメコのあの瓶入ってんじゃん、また待って、アメコのつけてんすか。アメコの入ってるよ。いや、ダメなのよ。なんでこっち入れんだよ。つけちゃダメなのよ、結局。あ、いや、ほら、アメコ、俺言わなきゃ。ちょっと、お二人とも本当にありがとう。ムカつくな、ムカつくな。いや、やってますわじゃないよ、やってますわじゃねえんだよ、しびれちゃったね。足がこのカウンター低いからね、このカウンター座敷なんだよ、全員あぐら。座敷カウンターないよ、あんま。このないこれ、もう行こう行くか。もう、また、まあ、次来る時はちょっとそうですね、俺らだけで行けるように。そうだね、この人来る前にの方がいいかもね。私のこと言ってた今。言ってました。ちょっとマスター、はい、私のこと、その2人でさ、はい、2対1で攻め立てるんだけど、助けてって感じ。もう喋るな。いろんな意味がありそうだね。いろんな意味が。さすがに。いや、すごい顔してる。あの人。全然見ないよ。あんたおもろい顔してるのに、全然見てくんない。嫌いなんかな、見てんのかな、見てる、これ見てるかな。何これ、上唇取れるぐらい今言ってるよ、マジで。あ、見えてないけど、多分おもろい。見せてあげてよ、あんなおもろい顔してんのに。あんなおもろい顔してんのにさ、あんなおもろい顔してんのに、なんで見せないんだ。新規の客2人置いてけぼりで、ここだけで楽しいんだけど。本当だよ。なんだよ、新規が。一元さん入りづらいな、この店。本当に楽しいな。楽しいの？楽しいか、これ、うん、鼻で笑ってたけど。久保光郎みたいな人に。めちゃくちゃメガネ曇ってるわ。熱いね、本当にあの赤くなってきてる。ガンガン飲んじゃったからもう熱くなってきちゃったんだよ。そうだよ。あ、俺サングラスかけてないよ。知りません、知りません。すいません。いや、あなたの、そういえばじゃないのよ。あなたの基本スタイル知らないです。忘れたけど。知らないです、知らないです。サングラス知らないんです。本当だ。知りません。あ、忘れてた。知りません。1回目にして。早いな。早いな。くれるな、かけてくれよちゃんと。グラス。いいな、バー高い、バー高い。また残しを、あ、お待ちしております。出た、うん。うん、うん、うんの間。もうそれでも酔っ払ってきちゃった。